だ。誰だあれ、やばいな。ザラザラじゃん。タイトルが思い出せないわ。あの派手髪の考察系 YouTuber とよく喋る脚本家のやつ、うわ、なんだっけな。無限まやかしだ。大島康之です。高野湊です。無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。ということで、このままで行ってみましょう。ちょっと大丈夫大丈夫、ちょっとね、暖房がね、はい、暖房がうるさい可能性あるんですまあ実験的にあの、あったかい方がいいのか寒くて静かな方がいいのか今あの室内であの大島さんのマフラーつけてますから、はい、そういうね、過酷な環境でやってるんですよ我々。そうですよ、サバイバルですよ、はい、本当にサバイバルゲームですよ、はい、で今日何の話ですか。今日は、はい、今日はですね、無限まやかし 3D というおー、作品がついに飛び出すありまして飛び出します。臭いな何々 3D ってちょっと、今急に恥ずかしくなってきたわ。興味誰も言ってない。そう。いやいや、でもほら。あの頃の言葉ですよ。アバターがほら、久々に 3D 映画やってるから、ほら。まあそうだけど、もう2000、だから、アバターのあの頃でしょ ?2008 年、9年、10年ぐらいの、うんうん。そうね。僕らが高校生ぐらいの時って、うん、何々 3D って結構あったんですよ、ね。あったあった。サダコ 3D とか、あとね、一番バカなのがピラニア 3D っていうやつがあったんですよ。そんなのありましたね。あったあった。何々 3D ってもう本当にバカにしてるだろって感じのタイトルなんですけど、もう 3D は売りにならない時代に、だってあの頃はもう 3D がこれからの映画全てを席巻するというふうに言われてましたからね、うん、そしたらなんか気がついたら、うん、なんか僕あの 3D メガネちょっと邪魔だなって思ってたんですよ、はい、そしたら俺ね、多分ね2015年くらい、はい、シンゴジラあたりからIMAX のみっていう、メガネいらないですっていうので、はい、俺こういうのが見たかったんだよと思って喜んでたんですよ。確かに。で、その後、IMAX の映画とか行くと、はいはい、なんか気づいたらメガネ渡されなくなってきてますよ。なってなってなってた。ここ2、3年、メガネ渡されなくないですか？ほぼ渡されてないな。そうですよね。うん。で、だからアバターで俺びっくりしちゃって、うん、あ、そっか、今回あるんだっていう。そういえばっていうね。そういえばあったなっていう。そうなんだよ。うん、まあそんな話はね、そんな話はいいんですよ。はい、無限まやかし 3D というのはですね、はい、私たちが普段配信してるこう YouTube とポッドキャストは、はい、まあ基本的に、まあ 2D ですね。そうですね。まあでも基本的に 1D かな?1D かもしれない。音だけだから。1次元、音だけって何次元なんだろう。何次元で言っていいのか分かんない。平面になってないですよね。そうですね。あ、だからあれかな ?0 次元、1次元、2次元、3次元の、3次元は立体空間じゃないですか。はいはい。で、4次元はそれに時間が加わるじゃないですか。はい。だから、4次元の3次元に足された4次元の、3次元と4次元の差の1次元があるじゃないですか。うん、それが音なんじゃない？なんで急に難しい話になっちゃったよ。1次元ですよ、1次元。1次元ってことだと思う。わかんない。物理に詳しい方教えてください。はい、そしたらいきなり2次元を。そう、ツーランクアップしてるね。サムネを見てる人は 2D ですね。うん、そうですね。音だけ聞いてる人は 1D なんですけど、うん、3D になると。3D ですよ。ということで、はい、まあ、詰まるところ、イベントを開催しますと、ね。はい。ついに。よろしくお願いします。トークイベントでございます。はい、トークライブです。これはまあ、いろいろ紆余曲折ありまして、はい、もともと始めたばっかりの時にね、はい、まあ、公約とかをね、掲げといた方がいいんじゃないか、みたいな。なんかね、やらなきゃいけないでしょ、うん、お作法で。お作法、マナーという感じでやってたんですけど、うんなんだっけ、ツイッターのフォロワーが2000人。そうそう、それを3000と勘違いしてた。そうだそうだ。で、2000って言って。1個トリックがあるんですよね。そう、1個トリックがありったり。で、YouTube は1万人登録者が突破したらって言ってたら、そうそうそう1個目の公約を実現する前に2万人になってしまったと。そうですね。ということで、うん、だから本来ならば僕らは3個公約スタンプカードが溜まってるんですよね。溜まってる、うん。だけど、とりあえず2個消化しようということで、はい、今回のイベントは昼夜の二部制にします。はい、そうですね。ということですね。はい。よろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。で、詳細はもう発表されているんですけれども、はい。2月の4日土曜日に、昼の部、夜の部、それぞれですね、16時開演と、19時開演になっておりまして、はい。それぞれ1時間前に会場、はい。2時間の公演予定ということでございますよ。はい、
まあ、詳しくは、ロフト、渋谷ロフト9というですね。はい。僕は結構よく使っていた会場なんですけども、お世話になってました。うん、階段のイベントとか、大喜利のイベントとか、いろいろやったことありますけれども、久しぶりですね、でも僕も行くのは。あ、そうですか。まあ、イベントそのものがあんまりやれてない、そうですね。ご時世でしたもんね。で、まあ、ご時世だからこその発達した文化というのもありましてね、うん、配信チケットというのが、そうだ。これ余裕で楽しめるんですよね。いやー、わかる。僕も行けなかった芸人さんの単独ライブとかトークライブとかの配信チケットを結構ご好意でね、いただいたりする時があるんですけど、まあまあ本番行くよりはつまんないでしょって思ってみると、うん、全然大丈夫じゃん。むしろ結構カメラのスイッチングとかがされてて、あ、確かに見やすかったりとかもするんで、うん、これはですね、全然加藤オプションというか、はい、下の選択肢では全然ないというのが、あとやっぱトークライブとの親和性高いと思う。うん、あ、それはそうかも。正直ね、演劇とかだと、うん、もうちょっと別のものになってしまう感覚が、まあ確かに。やっぱどうしてもあって、まあそれ。閉じ込められてなんぼっていうところもありますし、ね。そうそうそう、あるけど、トークライブってやっぱトークだから、うん、意外とね、音だけ聞いてるっていうやり方もできるし、うん、あ、確かに、何度も聞いたりもできるし、あ、そう、これ、うん、配信チケットって普通にこう、限定公開の YouTube のリンクをもらうみたいな形になるので、うん、もちろんリアルタイムで配信参加することもできます。うん、でそれはコメント欄とかも、開かれてるので、そのコメントを僕らがもしかしたら読んだりすることもあるかもしれないけど、リアルタイムで参加できなかった場合でも、巻き戻してみたりとかができますので。できるできる。究極は本番も参加して、うん、オンラインチケットも買うっていう形にすると、リアルタイムの楽しさもあるし、うん、その後2週間ぐらいかな、うん、引き続き録画で何回も楽しめたりとか、いうことが、ありますので、まあ本当にいろんな楽しみ方がある時代でよかった。うん、いや、よかった、本当に。よかったですよ、はい。こんな時にトークライブができる喜び。そうですね。うん、で、何を話すんですか？そうですよ。何話すんですか？まあまあ、タイトル決めましたよね。タイトル決めました。はい。昼の部がまず、黎明編というタイトルです。黎明の意味分かりますかね？黎明っていうのは何かの始まりという意味ですね。まあそうですね。夜明けという意味ですけれども、これはまあ、火の鳥の第一巻が黎明編と、はい、そうですね、なっておりまして。じゃあ、午後の部は？午後の部は夜の部、はい、乱世編と乱世なっております。こちらも火の鳥の、僕が一番好きな回ですね。そうなんだ。はい、もう今、満面の笑みで言ってるけどさ、この火の鳥ネタって、なるほど。ちょっとこれもね、タイトル決まるのにね、うん、うよ曲折ありましたよね。まあね。うよ曲折でもなんか、最初は俺が半分ふざけて、うん、無限まやかし 3D これだって言ったら、うん、大島さんが、あ、いいじゃないですか。あ、もうめっちゃいいタイトルだと思った。これだって言って、いや、僕も結構、いや、なんかしっくりきたなと思って、うん、じゃあ、午前と午後どうし、夜と、はい、一部二部どうしようかと、はい、いう話してて、はい、僕はじゃあ、一部二部だから、ジョジョネタで行こうよって言って、ファントムブラッドと戦闘潮流はって言ったら、さすがにわからなすぎるし、うん、なんか取り上げたやつがいいんじゃないとか大島さんが言うから。確かに、ジョジョ一回も触れてないからね。触れてないから。これまで今のところね。じゃあ、あれなんか、火の鳥って何々編とか言ってたなと思って、うん、大島さん火の鳥好きだから火の鳥ネタはって言ったら、うん、あ、黎明と乱世とそうって言って。で、これは言い訳すると、うん、じゃあ火の鳥も扱ってねえじゃねえか。そうそうそう。ツッコミがしたいんでしょ、うん、したいよ。したいよ。でも、ジョジョのファントムブラッドとかは、うんあんまりこう、内容と関係を持たせるのが難しい。そうなんだよね。思ったんですよ。そう。で、僕は火の鳥のタイトルが全部頭に入ってるんで、うん、頭の中でこう、バーッと検索したときに、うん、黎明っていうのはね、うん、これちょっとだけこう、内容を話すと、はいはい、無限まやかしとは、なぜやることになったのかっていう、はい、話とか、はいはいはい、その、成り立ちに関する裏話をするっていうのは、はいはいはい、これ黎明編なんですよ、普通に。いや、本当にちょっと納得しちゃうんだよな。そうそうそう納得しちゃったんだよ、聞いて。で、まあ、各ごとの、それぞれの裏話っていうよりかは、うん、その、二人がまあそもそもなんで出会ってみたいな話って、うん、まあしっかりちゃんとはしてないし、うん、その表で動画とか、ポッドキャストで残すほどじゃない話っていうのもまあいっぱいあるっちゃあるし。そうなんですよね。ちょっとパーソナルな話にもなってくるから、そんなの聞きたいのは、うん、わざわざイベントにお金払ってくれる人は、聞きたいかもなと思ったんですよね。っていうのと、うん、各回、うん、例えばサイレントならサイレントの、うんこの回を見て、集まるまでにじゃあ僕らが何をしてるのか。はい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 、集まって取り
り始めるまでに、その各回の黎明があるわけですよ。ああ、なるほどね。っていうことで、その隙間隙間の、こう、うん、ビフォーの部分っていうのを詰め合わせたような裏話みたいな、はいはい、話っていうのが、黎明編かなと。そうですね。だから、暖房であらかじめ温めておく。そうそうそう。ルーティーンとかね。ルーティーン。そうそう、ルーティーンって黎明だと思うんですよ、本編に入るから、ね。はいはいはい。確かに。で、乱世編っていうのは、うん、こう、世が乱れてる時なので。世が乱れると書いてある。その僕らのコンテンツでも、まあ、たまに、まあ何個かしか出してないですけど、うん、たまにちょっと胸クソ悪い話をする回があるじゃないですか。ね、胸クソ悪いけど、うん、かもしんないけど、うん、ちゃんと最後ポジティブな着地をさせてるつもりではある、我々は。とはいえ、こう、入り口とか途中の、うん、あの、給水所みたいな、給水所でヘドロを取らせるみたいなことをするじゃないですか。いや、させてる。させてる。ペットボトルから、もう詰まっちゃってて、これヘドロでも何でもいいから飲みたいんだけど、これ逆さにしても出てこないんだけど、みたいに、固体みたいになっちゃってるね。そうですね。ドロドロのものを一旦こうみんなにちょんって触らせたりするときがあるんですけど。で、それはあの、ゴールの喜びで書き消してるけど、ヘドロを渡してるという事実は変わんないんだ。そういえばあの給水所の、あれ、水何だったんだろうな、みたいなことはあると思うんですけど、あるあるうん、それは、こうね、YouTube 的にはね、こう、そういうのばっかりサムネにすれば結構伸びるんだけど、うん、そういうのばっかりやりたい僕らではないので。そう。あとやっぱり僕らはね、これをポジティブな話しかしたくないと。うん、もうポジティブなことを広めるためにやってるから、うんうん、まあできるだけ。そう、表ではあんまなんですけど、ただその都度その都度、うん、まあこうプチ会議をしていく中で、そう、これ話す、これ話さない、これ話す、これ話さないって言ってる中で、うん、これ話さない、これ話さない、これ話さないの中に、話さないって言ったけど、今ちょっと口にはしちゃったけどな、みたいな。そうなんだよな。ちょっと、空気に触れちゃったけどな、うん、俺の内臓みたいな。そうなのよ。やつがあるので、うん、そういうものから、ポジティブな、なんか答えを導き出そうというのが、うん、ちょっと乱れてる。ちょっとね。乱れて、世の中はもう乱れてるんですよ。世の中は乱れてる。もう、乱世なんですよ。狂ってるよ、もう世の中。おかしいよ。今が乱世であるということを、まあ、看破するというか、はい、ね、ね、立証暗黒論みたいな。何ことですよ。わかんない、わかんない。はい。まあ、だからちょっと、うん、まあ、過激じゃないけど、うん、なんか少しやっぱ表では言いづらいことを。そうですね。だからやっぱこの場にいる人たちだけで共有したいという。うん、そうですね。できればっていうか、うん、あの、断固、公害無用というか、うん。そうですね。だから、あの、綺麗に分けるとするならば、うん、黎明編は、うん、普段の会にするほどでもない話。そう、ああ、いいこと言う。で、乱世編は普段の会にできない話です。できない話は分かりやすい。そう、で、前から僕言ってるんですけど、うん、この、あの、トークイベントを、うん、まあ、クローズドな場で、やる場合には、うん、二種類のやり方があるなっていう。はいはいはい、で、普段の会にするほどでもない話と、普段の会にはできない話。はい、この二つしか意味はないって。多分前も言ったと思うんですよね。いや、なんかね、でも今こうやってね、綺麗に言語化されて分かった。そうなんですよ。ああ、確かに本当そう。っていうからくりがございまして。はいはいはい、まあ、例えばまあ別に見方はそれぞれあると思いますけど、その僕らの個人的な話をほっこり聞きたいな、みたいな方は黎明編だけ聞くとかね。いいこと言いますね。もっと普段から話せよ、お前よ、みたいな。もっと思ってることなんだろうが、って思ってる人は、乱世をね、一緒にね、そうですね、見ましょうよと。はい。僕らが乱れるわけじゃないですからね。そう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 。世の中が乱世である、うん、ということをみんなで、ね、読み解くっていう。そういうことですよ、そう。はいですから、ね。で、この乱世を生き抜く、なんか、術を身につけようよ、っていう話ですから。そうです。まあだから、あの、全くもって同じ話しません。多分ね、1ミリも被んないんじゃないかな。1ミリもマジで被んないです。そうそう。そこに自信があるのはそういった理由です。うん、そうですね、うん。自信っていうかね。いや、結構難しいんですよ。うん、その、トークライブで、うん、なんか、違ったゲストを呼んで、一部二部ってしても、ゲストさんが、二部のゲストさんが一部のトーク見てるわけじゃないから、なるほどね。その、大島さんはさ、じゃあどうなのみたいな振ってきた時に、あ、それね、一部で結構がっつり話した話なんですけど、あ、でもそのゲストさんには、その場で質問に答えないとちょっと失礼だから、はい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 、ちょっと触り話さなきゃいけなかったりして、はい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 、お客さんは被ってる被ってるって思ってるみたい な結構あり得るんですけど、はいはいはい、今回は立て付けがそういったことになってるので、はい、全然、大丈夫です。そうですね。両方聞いていただけるととても嬉しいですね。うん、あとあの僕らも話したいこと溜まってるから、うん、同じ話する時間なんてないんすよ。そうですね。うん、それもう話したよって言ったらもうどっちかが止めるしね。うん、そう止める、はい。そんなことより言いたいことがあるんだってなるから。まあ具体的な話がね、おいおいちょっと小出しにしていくとして、そうですね。はい。これが
この回が多分1月6日、うん、今日撮っていて金曜日に配信されまして、はい、翌日1月7日の15時から、昼の部が、はい、チケット発売開始で、そのすぐ後19時から、夜の部が、チケット発売開始になりますので、はい、なるべく早く撮っていただけるといいかなと思います。ありがたいです。本当に。言っとくことはね、まあいろいろあるんだよな。でもまあ、そんなに、結果、ロフトさんというところがですね、はい、結構特殊な面白い会場になっていまして。行ったことないんだよな。お客さんがね、お席で多分飲食ができるんですよね。楽しい。うん。まあ、で、これがもし追加販売とかが増えて、うん、席がどんどんぎゅうぎゅうになってった場合には、ゆったり食事できるテーブルがないっていう可能性もあるんですけど、うん、とりあえずは全員にテーブルが用意できる席数を販売しようとしてますので、お腹を空かせて来ていただけると、食べ物も飲み物もお酒も頼めますし。いいな。それしてくれたら僕も食いながらできるから。そうです。僕らもステージ上で食べるっていうことができる会場ですので。ありがてえ、ありがてえ。はい。いろいろ、楽しみを、持っておいてください。そうですね。という感じですね。なんのこっちゃがロフトさんのこの告知見ただけだとわかんなそうな部分を今、音声で説明しました。そうですね。もう告知一応ちゃんと書いてるんだけど。そうなんですよね。その書いてある内容を見ても何を話すのか全くわからないっていう。はい。補足でございました。はい、補足でございました。はい、というまあちょっとこういう質問多かったよみたいなのがあったら、またまとめて、はい、1回ごとの回にして喋る可能性もあるんですけれども、うん、とりあえずイベントの告知、第1弾でございました。はい、そうですね。次いつできるかわかんないので、そうなんですよ。ぜひとも、よろしくお願いしますし。そうですね。これの反響次第で、うん、よし、またやるかとかもあるんで。一生やんないってなるから。一生やんないも全然ある。もう割に合わねえよ。そうそうそう。やるわけねえじゃん、みたいな。本当に。ことになる可能性もね、はい、ありますし、ソフト化とか、文字化とかは、この内容は多分しないので。絶対しないと思います。絶対しないので、はい、なので、ぜひとも、よろしくお願いします。はい。で、あとね、最後、一個だけ、言っておきたいことがありまして、もうご時世なんで、はあ、どっちがどういった体調になるかというのは正直わからないと。ああ、確かに。で、大人数のね、ものだったら、こう、代役を呼んでくるみたいな、とか、一、うん、人お休みとかでも、うん、あんまり公演の全体価値に影響を与えないことが多いですけど、なるほど。こう、二分の一が、いない場合、うん、これは休止にせざるを得ないというのが結構多いんですが、いや、多いっすよ。僕はね、でもね、もう、結婚したいなと思ってまして。結婚するの？一人がいなかったとしても、二人いなかったらやめるよ。二人いなかったらそれはね、何するんだっていう。一人なかったら、うん、片方が、うん、まあ結構、なんだろう、手紙とか、うん、その長文の読み上げてほしいことを送っておいてさ、うん、読んでもらうとかもまあできるじゃないですか。あ、まあまあ確かに。プラス、もう一人ね、聞き手がちょっといてほしいので、うん、もし、無限まやかしを聞いている、うん、ちょっと自分著名人なんじゃねみたいな。なわけないじゃん。ちょっと自分有名人なんじゃねみたいな人がいたら。もしくは、高野大島のどちらかの知り合いで、まあだから高野さんの関係の脚本家のとか、で、表で喋れる人。僕の友達の芸人とか YouTuber で、表で喋れる人。で、無限まやかしのこの告知を聞いてるぐらいの人がいれば、一人来れば成立すると思うんですよ。何様やねん、本当に。だからリザーバーとして、まあ、ギャラも払いますもんね。そう、ギャラも払います。そうなったらね、本当にそう。でももう猫乗っても借りたいどころか、うん、本当にね、そういう人いたらありがたいっすね。そう、だからこれはもうね、マジで助け合いなんで、助けてください。そう、もし助けてくれたら僕らはその代わりに今後何でもしますんで、何でもします。はい、はい、できることは何でもします。ワンチャンちょっと私最悪どっちかが、うん、健康状態悪かった場合リザーバーできますよ宣言みたいなのは。個人的に連絡をしてもらえたりするとめっちゃ嬉しいよっていうのはありますね。そうですね、はい。もちろん健康管理気をつけますけど。はい、気をつけますけど、はい。はい。このぐらいもう僕はね、石橋をね、叩きまくっちゃう人なんで。いや、でも叩きましょう。ダイヤモンドの橋でも叩きましょう。そうです。はい。というわけで、無限まやかし 3D の告知でございました。はい。詳細はですね、ロフトさんの、告知のリンクをですね、概要欄とかに貼っておきますので、はい。ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、大島康幸でした。はい、高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。